どうも、ルカです。今回は僕の持っているポラロイドカメラを全て紹介したいと思います。そもそもなぜ僕がポラロイドカメラをこんなに集めるぐらい興味を持ったかと言いますと、 PS4 で発売された Life is Strange というゲームがきっかけです。そのゲームに登場する主人公マックスが使っているカメラがポラロイドカメラだったんですよ。ゲーム自体ものすごく面白くて、もう世界観もすごいいいし、音楽とかもなんか全部が全部いい感じのゲームなんで、まだやったことない人はぜひそちらをねプレイしていただきたい。で、それをプレイしてから初めて買ったカメラがこれなんですよ。黄色いカメラ。今でこそ僕は黄色が、ね、好きなんですけど、当時この色を買った理由はもう Life is Strange の影響です。で、主人公のマックスが最初に使ってたポラロイドカメラが黄色っていうイメージが頭の中にあったんで、この黄色いカメラ買ったんですけど、後から確認したら実際こんなに黄色ではなかったですね。クラシックポラロイドカメラインポッシブル、開けましょう。はい、すごいでしょ。全部ね黄色っすよ。ここもちゃんと黄色、しっかりと塗装されてます。このカメラはこの箱にもインポッシブルって書いてる通り、インポッシブルプロジェクトという会社から購入したカメラなんですけど、実は昔ポラロイド社ではポラロイドフィルムが生産終了を発表されたことがありまして、なんとかね生産続けてくれないかと頼んだけど、それは不可能、インポッシブルだねって言われて、インポッシブルプロジェクトが始まったみたいなんですね。で、このカメラ、さっき塗装されてますとか言いましたけど、実は古くなったポラロイドカメラを分解して綺麗にして黄色く塗装されたカメラとなってます。 3600LMS って書いてるんですけど、もともとあった 3600LMS のカメラを分解して再塗装されたものです。3600の方はちょっと僕持ってないんですけど、似たようなやつで 3630LMP ってやつはあるんですけどね、もし見かけたらリメイク前の 3600LMS の方も手に入れたいですね。今は普通にポラロイドフィルムとか新型のカメラとかね、ポラロイドオリジナルズでここでねフィルムとかカメラが販売されてますけど、今現在あるポラロイドオリジナルズはインポッシブルプロジェクトがポラロイドブランドを買収して誕生したブランドなんですね。まさに不可能を可能にしたっていう、そのおかげで今ねポラロイドカメラで今現在も写真撮れているわけですからね、本当にありがたいですね。どんどん紹介していきます。まずね、このこれと同じカクカクしたタイプの僕が持ってるポラロイドカメラから見ていこうと思います。一個ずつ見ていきましょう。 3630LMP ですね。見た目はこんな感じで、グレーが真ん中に入ってます。裏は黒ですね。続いてこちらポラロイドカメラ、スーパーカラー 635CL。 このカメラはね、ここポラロイドのさロゴみたいなのがザーンって入ってるんですよ。これがねすごい可愛い。で、これもう一個別の色があって、そっちの方が結構好きなんですけど、でもそっちね一回だけお店で見たことがあったんですけど、その時お金なくて買えなかったんで、もしその店まだ残ったら買いたいですね。次これ、600B。 これは全体的に黒いです。後ろも黒、正面も黒、結構シンプルでねかっこいいですね。で、これちょっとねカラフルなポラロイドカメラ手に入れたのは最近ですね。まず赤からクールカムって書いてますね。間違えて600と書いてます。なかなか色入ってるポラロイドカメラ見かけないんで、これ見つけた時はもうすぐ買いました。ここが赤くて、フィルムの開ける部分のレバーも赤くて、このストラップまで赤いです。で、ここにもねクールカムと書かれてます。非常にかっこいい。次こちら、これも見つけてすぐ買いました。パステルカラーっていうのかな、女の子受け良さそうなカメラです。正面は水色とピンクで、で薄いグレーで、ストラップはピンクと、本当にね
可愛い。僕が持ってるやつで一番可愛いポラロイドカメラですね。次はさっきのねカクカクしたカメラよりちょっと丸みを帯びたタイプで、こんな感じで丸くなったタイプのカメラを見ていこうと思います。まずこれクローズアップ636。これね、僕よくリサイクルショップでポラロイドカメラを買うんですけど、一番見るやつですね。どこ行ってもあポラロイドカメラあったと思ったら大体これが置いてあります。一番流通してるのかな。非常にシンプルですけど、近くを撮る時用のレンズもついてますし、今までで一番写真撮ってきたのがこれですね。このカメラです。結構愛着のあるカメラですね。次はめちゃめちゃ反射してるけど、ワンステップバージョン2と書かれてます。ここまでピカピカしてるシール貼られてんのはこれだけかな。ボディ自体はねシンプルな色なんですけど、まあ、なかなか目立ちそうなデザインです。これは前に僕のチャンネルで紹介したんですけど、ポラトークですね。これすごい変わったカメラで、写真を撮るときになんとカメラが喋るんですよ。実際どんな感じに喋ってるかは僕の前に投稿した動画をチェックしてくれればなと思います。でちょっと丸いタイプ、最後のカメラスピリット 600CL です。これまあなんか普通かなって感じですけど、実はね他のカメラと比べてもボディの色が真っ黒なんですね。比べてみないとねあんま分かんないかもしれないですけど、僕の持ってるちょっと丸いタイプのボックスカメラでは唯一の真っ黒ボディですね。お次はこの3つ、今までねカクカクしたものからちょっと丸みの帯びたものを紹介しましたけど、こいつらはもうより丸みを帯びたタイプとなってます。じゃあまずこれポラロイド600です。これこのカメラのいいところはここにベルトがついてるんで、写真撮るときに非常に持ちやすいところですね。手をこう離しても落ちないんで、スマホリングみたいな感じで非常に持ち歩きやすい。もちろんねストラップつけるとこもあるんで、ちょこれはつけてないですけど、なかなか写真の撮りやすいカメラとなってます。次はこちら、こいつは P と書いてますね。全体的にシルバーの近未来っぽくてちょっとかっこいいカメラですね。で最後3つ目、これは637。これちょっとベルトの部分がここ剥がれちゃって、まあ、接着剤でくっつければ治るんですけど、ちょっと直してないです。色がね可愛いですよね。これ水色が入ってて、こいつがねこの3つの中だと一番お気に入りで、まあ、何がいいかって言ったらここですね。めちゃめちゃかっこいいんですよね。他のはねポラロイド書いてるんですけど、めちゃめちゃはっきり見えるこの感じ、すげえかっこいいですね。すごい気に入ってます。はい、続きましてこちら、今までよりコンパクトになったレンズをね出してる時でもボックス型を閉じた時より小さくて、しかもレンズを閉じるとボックス型の半分ぐらいになるっていうね、非常にコンパクトなカメラとなってます。これはポラロイド1ですね。ただコンパクトになっただけじゃなくて、フラッシュの切り替えとかタイマー機能もついてるんで、まあ、三脚穴もついてるんですけど、どっかにねカメラ置いてみんなで集合写真撮るとか、そういったこともできます。これがポラロイド1600です。1600はですね3つぐらい種類ありまして、お手頃なモデルとちょっと性能がいいやつと一番性能がいいお高いタイプがあります。で僕が持ってるこれは真ん中のモデルですね。赤目防止機能とかタイマー機能がついてます。確か一番安いモデルにはこれがついてなかった気がしますね。ただこれ三脚穴ついてないんですよ。一番高いモデルは三脚穴と他にも機能が確かあった気がします。でもなかなか見つからなくて手に入ってないです。今まで角張ったタイプからすごいコンパクトになったタイプまで紹介してきましたけど、600フィルムを使用するモデルでした。次はですね SX70 っていうフィルムを使うタイプのカメラです。まずこれタイムゼロワンステップ、
これもね、ポラロイドのロゴがふーんって出てんで、めちゃめちゃ可愛いっすね。このタイプはフラッシュとかがね、ついてないんですね。ここにつける穴があるんですけど、ちょっとフラッシュは未だに出会えてません。次これインスタント1000デラックス、これ非常にね、この1個前のやつとそっくりなんですよ。でお店で見た時に、あれ俺これ持ってるけど持ってないなみたいな、なんか違うなと思って買って家帰ったら、やっぱり持ってなくて、ボタンがね形違ったり、まあ、ここ書いてるのも違うんですけどね、買うのやめなくてよかったです。次はこちら、ソナーオートフォーカス5000、はい、ここにソナーがついてるんで、あとオートフォーカスに対応したカメラです。他と同じ感じだけどごついっすよね。めちゃめちゃかっこいいです。ここでねオートとマニュアルを切り替えられます。ボックス型の方でもソナーがついてるモデルあるんで、それもいつか手に入れたいですね。次最後です。めちゃくちゃでかいカメラ、これはですね600フィルムを使うカメラと SX70 フィルムを使うカメラとまた違うんです。これはスペクトラフィルムを使います。ただスペクトラフィルムは去年だか一昨年だかにもう生産が難しいということで生産終了しました。いやね、その時買えばよかったんだけど、スペクトラフィルムに対応したカメラを持ってなくてですね、買わなかったのを未だに後悔してます。でこれはスペクトラプロです。これ多分ソナーですね。プロというだけあってね、なかなか機能がすごいんですよね。タイマー、これ多分オートフォーカスかな、モードがついてたり、いやー使ってみたかったな。すごいごついですけど、スペクトラフィルムっていうのは他のフィルムよりサイズがでかいんですよ。めちゃくちゃ後悔してます。はい、ということで僕が持ってるポラロイドカメラ全て紹介終わりました。カメラ一つ一つ違いがあってすごい面白いし、たとえ写真撮らなくてもね、カメラを見るだけでも楽しめるのが本当ポラロイドカメラのいいところだなと思ってます。もしこの動画を見てポラロイドカメラに興味が湧いた人はぜひ僕のチャンネル登録をしてですね、他にもポラロイドカメラの動画あるんでよかったら見てください。ポラロイドカメラに関することで何か質問がありましたら答えられる範囲で頑張って答えるので、ぜひコメントもよろしくお願いします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。以上ルカでした。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。